こんにちは。今日はアルディーノを作ります。一応アルディーノを知らない人のために簡単に説明させてもらいますけども、アルディーノはオープンソースのマイコンボードです。こちらのボードの上にマイコンが載っているんですけども、これをですねプログラミングして動かすという、まあ、そういったものですね。今まで投稿してきた動画の中にもたびたび登場しているマイコンボードで、非常に使い勝手がいいです。今日自作するアルディーノはアルディーノ UNO です。一番有名なやつですね。でアルディーノっていう単語自体はこの基板の上に載せることはできません。なぜかというと商標だとかいろいろ権利関係のことがあるからです。なので実際にはアルディーノを自作しますって言ってますけど、まあ正確に言うとアルディーノの互換機を作りますですね。大体の人はアルディーノを使おうと思ったら購入すると思います。 Amazon とかで正規品も売ってますし、互換機も売っています。まあ、そんなアルディーノですが、まあ、今日は自作しますと。でそもそも自作は可能かっていう問題なんですけども、これは可能です。それは何でかっていうと、先ほど話したようにこちらのアルディーノオープンソースのプロジェクトだからです。なので回路図とかそういったものは全て公開されています。なので部品とやる気さえあれば誰でも作ることができます。ということで早速組み立てます。まあ、恒例なんですけど、基板は JLCPCB で注文しました。でパーツは LCSC ですね。基板の色は何種類か選べるんですけども、今回はマットブラックですね。ツヤ消しの黒を選びました。この規模の回路をさすがにハンダオトでハンダ付けするのはできないので、今回はステンシルも一緒に購入しました。でこのステンシルの上にこのソルダーペーストを塗って、でこちらの基板の方にペースト状のハンダを塗り付けていくわけです。こちらのステンシル700円くらいです。ソルダーペーストを塗るための下準備をします。適当にいらない基板を並べて、でその真ん中にソルダーペーストを塗る基板を置きます。周りの基板をマスキングテープかなんかで固定します。次にこちらのステンシルをソルダーペーストを塗る基板のランドと合うようにして置きます。ステンシルを合わせたら上にマスキングテープを貼ります。ずれないように貼ります。次にこちらのソルダーペーストを塗ります。ソルダーペーストを適量取ってステンシルの上に乗っけます。次に何か適当なプラスチックのカードとかを使ってソルダーペーストを広げます。塗り終わったらステンシルを剥がして完成です。とりあえずここまででソルダーペーストを塗り終わりました。次は部品をこの基板の上に乗せていくんですけども、これが一番めんどくさい作業ですね。まず電源回路周りの部品から乗せていきます。これはヒューズです。アルディーノは USB からも給電できるんですけども、そちらの方に使われるヒューズです。これは高分子の電解コンデンサーです。パナソニック製のを購入しました。47マイクロファラドです。これは電圧レギュレーターです。 DC ジャックから来ている電圧をですね 5V まで落とします。これは逆流防止用のダイオードです。電解コンデンサーの前に接続されます。これは2つ目の電圧レギュレーターです。出力電圧は 3.3V です。基準電圧用に使われます。これは P チャンネル MOSFET です。アルディーノには電源系統2つあります。USB 給電か DC ジャックからの給電どちらかです。この P チャンネル MOSFET はその2つのうちからどちらか1つだけを選びます。これはオペアンプです。先ほどの P チャンネル MOSFET のゲート電圧を作ります。それ以外にも LED を光らせるためのバッファーとしても使われています。これはアルディーノボードの2つあるマイコンのうちの1つです。主に USB との通信を担当します。これは USB のデータ線に使われるバリスタです。静電気から USB 機器を守るのに使われます。
これはこの部分に乗っかる AT メガ 328P マイコン専用のセラミック発信紙です。商品名で言うと村田製作所のセラロックですね。 16MHz です。これはインダクターです。 AT メガ 328 マイコンは AD 変換の回路がありますけども、それ専用のフィルター回路です。 LC フィルターが使われていて、そのためのインダクターです。これはキャパシタです。先ほどの LC ローパスフィルターの C の部分です。これはリセットスイッチです。ここまでで主要な表面実装部品は載せ終わりました。あとは抵抗であったりキャパシタであったり、そういったちょっとした部品を載せていきます。これは集合抵抗です。基板上のスペースの関係もあるんでしょうけども、抵抗器には集合抵抗が多く使われています。これはまた別のところに使われるチップ抵抗です。これは22ピコファラドのキャパシタです。 AT メガ 16U2 マイコンの推奨発信紙と一緒に使われます。もちろんそれ以外の箇所にもキャパシタはたくさん使われています。あとは表示用の LED を4つ載せれば完成です。とりあえず全ての表面実装部品を載せ終わりました。この後ハンダを溶かしていきます。他の基板にも部品を載せます。次にこちらの表面実装部品を乗っけた基板のハンダを溶かしていくわけですけども、通常だったらリフローオーブンが使われます。残念ながらリフローオーブン持ってないので、別の方法でハンダを溶かす必要があります。ということで、こちらのホットプレートをリフローオーブンの代わりとして使います。以前の動画で DQ アンプを作ったんですけども、その時にもこちらのホットプレートを使いました。まあリフローオーブンとほぼ同じ感じで使うことができます。リフローオーブンの温度プロファイルとかあるんですけども、まあそういうのは結構適当にやっても意外とそれっぽくなるんですね。詳しい調整の方法とかそういうのは以前作った DQ アンプの動画にあるので、まあ、そちらを見てください。概要欄にリンク貼っておきます。部品をずれないように基板をですね、慎重に取り外して、こちらのホットプレートの上に載せます。やり方を簡単に説明すると、基板を載せた後保温で温度を少し上げておきます。保温してしばらく経ったら温度をハンダー溶ける温度まで上げていきます。リフローが終わったら基板をホットプレートから下ろします。こんな感じでちゃんと綺麗にハンダ付けできていますね。問題ないです。ここまで来たら、あとはスルーホールの部品をハンダ付けするだけです。もう簡単ですね。ここまで来れば、これは USB 端子と、そしてこちらは DC ジャックです。IC ソケットや推奨発信紙、あとはピンヘッダーなどを取り付ければハンダ付けは完了です。そして最後にメインのマイコンを IC ソケットに挿せば完成です。部品をすべて基板上にハンダ付けしました。で、一見全部完成したように見えるんですけども、実はこのままだとアルディーノとして使うことはできません。最後にもう一手間かかります。こちらの専用の書き込み機で、このマイコンボードの上にある2つのマイコンにそれぞれブートローダーとファームウェアを書き込んであげる必要があります。そうしてあげることで、こちらをアルディーノとして使うことができます。まず電源を基板に接続して、次にこちらの書き込み機も基板に接続します。アルディーノを自作する人なんてほとんどいないと思いますが、一応設定を載せておきます。こちら AT メガ 16U2 のヒューズ設定です。
次にファームウェアを書き込みます。ファームウェアのファイルは Arduino の開発環境をインストールしたときにすべてファイルの中に入っています。よく探してみてください。ファームウェアの書き込みが完了しました。次は ATmega328P マイコンにブートローダーを書き込みます。一応ヒューズ設定です。ここまで来ればもう Arduino として使えるようになっています。その証拠にパソコンには Arduino と認識されています。当然ですがプログラムも問題なく書き込むことができます。今基板上にあるこちらの LED を1秒ごとに点滅させるプログラムを書きました。問題なく点滅してますね、1秒ごとに。てなわけでこんな感じで個人でも Arduino を作ることができます。ということで今回 Arduino の互換品というか、コピー品ですねを自作したわけですけども、こういうのは自分でやってみると結構新しい発見だとかそういったのがあるんですね。Arduino がどうやって動いているだとか回路構成がどうなっているだとか、そういった詳しいことまで勉強できます。今回こちらの Arduino の互換品を作るための部品代なんですけども、これ1台を作るのにかかった部品代が 7.8 ドルです。それ以外にもプリント基板の製造料金であったりステンシルの料金も別でかかってきます。 Amazon とか見ると Arduino の互換機がだいたい1,200〜1,300円ぐらいで売ってますけども、いかにして大量生産してコストを下げるかっていうのが重要だと思います。じゃなきゃこういう互換機を1,200〜1,300円で売ることなんてできませんからね。今回 Arduino を5台作ったわけですけども、5台あっても使わないんですね。ということで皆さんにプレゼントしたいと思います。プレゼントするといっても手元に何枚か残しておきたいので、皆さんにはですね、抽選で1名様にプレゼントすることになります。応募方法については Twitter の方を確認してください。それでは動画のご視聴最後までありがとうございました。